さあオープニングゲームの第1試合ラウンド1ファイト。三六さんがおっしゃっていたこの地上の前からまずは模型どうかいくぐっていくか、しかしからうまく刺します。一気にコーナー、序盤はいい動き、膝一つ、中足から波動一つ、小パンも振っていく。さあ少しずつペースを握るか。おお早い、表継続、体力は大幅リード。ここからですね、藤村 V トリガーをどう使うか。はい、踏み込みが深い、波動から発動成功。投げは抜けるが、目標はガードの上から V トリガー発動。両者トリガー中、藤村は2ゲージは2本、シエはまだ遠いか。こうなると強化、スパイラルアローでの玉抜けもありますので、藤村側としてもボイスレット移動が打つことはできません。さあ強化2つガードしてから昇竜拳、強化昇竜、そこからのそろそろゲージがたまりそう。そうですね、これいいですね、いいゲージをため方はもう若干ではあるが残っている。どっから仕掛ける、ボケは V トリガーやり過ごしたいが足元タイマーがなくなった。ただゲージは止まった。 OK、 あと中継一発といったところか、このダメージ。さあ中足波動が当たればそのまま終わる。時間もないんで、後ろがちょっと前に出る必要も出てきましたかね。転換と波動、波動、このダメージどうだ、投げは受けられている。いやこれ削ると、あ、いやこれガードしたことで、そうですね、藤村の体力が多い。藤浦のラウンドとなった。いい判断、2つのゲージ、2回目のね EX 波動が決まり手でしたね。つながる力、膝膝とつながった形、膝ののけ取りが長いことでそうなりました。はい、さあここは新コンボ、2バレットからのコンボ、カウンター単発確認でアローに伸ばしていった。素晴らしい判断、ここは完成度をうかがえました。模型が第2ラウンド、細かいところうまいですね。うん、立ち回しカウンター、遠かったんで通常はしゃがみ中キック、立ち回しはちょっと届きづらい怖い場面でしっかりアローに変えるという非常に面白い選択。いやただここはイエクストライクの着地を取っている、非常に藤村らしいプレー。ただゲージを使って入れ替える、そして足元から直接のアプローチ、入れ替わるカウンターからいいコンボになった。いや崩している、溜まっている。さあ CA 関谷クレサ、どうだ、届くか、届かない、一発しっかり投げてフォロー、お見事。まずは藤村、いや目まぐるしく攻防が入れ替わる戦いでしたね。ただ模型側も内容は全く悪くないというか、本当にちょっとの差だと思うので、分からないでしょこの後。はい、先ほどのラウンドから少しキャノンストライクに対して打ち落とすような動きも見せている藤村の動き。序盤のペースはいい模型、OK どうだ、2人1無理にはいかない。さあ藤村にはトリガーがあるという状況。さあ波動発動、下を小突く、抜ける。模型としてはまたしてもこのわずかな体力ゲージは遠いか。藤村は無理はせず、ここは牽制うまく引っ掛けました。リードを取られる中でマゴスカーレットモケが1ラウンド目を取ります。この第2ゲームフリガン、お早い、フリガンストライクをしっかり落としていく。膝から灼熱、だんだんリズムが藤村のペースになっていくか。入れ替えます、1回強化技を使うことができます。はい、入れ替わってしまうんでね、上から強化ストライク打ちづらい。ここはまず通常飛びからのアプローチでした。前をキープ、藤村にはゲージがある状況ではあるんですが、このゲージはどうか、いい飛びが通る、そして最善の形になりました。打てた、入れ替えコンボからのどうだ、残ります、ワンゲージ、また遠いぞ。藤村どうする、しかしゲージがある、少し技を引っ掛ければゲージがたまりそうという状況。残空からいってたまった、さあたまったぞ、これで削り圏内になったか。一応 V リバースですね、 V リバースね、うまく前に出ました。今のステップも非常に勇気がいるでしょう。さあ第2ゲーム、孫スカーレットボケが返しました。これでカウント 1-1。 いや変な感じになる。まあちょっとこの感じで。さあこれが両者の3試合目、はい、1試合ずつ取り合ってというところで、いきなりかなりその中足の確認精度ですよね。状況確認、あるいはしっかりとしたヒット確認、はい、これが非常に高い精度でできているっていうのが一つ大きなポイントですよね。さあ両チームの運命が託されています、このラウンド。スタンゲージを回復しました。はい、上打ち抜かれた。なるほど、ここで端を使って V タイマーを温存するコンボ選択ですね。ゲージを使うことで強化度を使わずに済んだ。あと1回できると、そして打っていく。なるほど、さあワンゲージ残して、さらにここはゲージ管理が光りました。残ったワンゲージ、アクションを起こしてマッチポイント。勝負に来ましたね。さあこれを受けて藤村はどうするか。後がなくなった。ゲージはたまりそう。さあコパンで暴れて、ここは昇竜拳体育、うまい、見てる、よく見ていた。そしてこれは空来、ただ V トリガー発動して序盤のビハインド返せるか。入れ替えた、さあ下をくぐった形。さあジャクジャク竜巻から結構減ったぞ。打ち切っていきます。さあここは2つを使い切ってラインの入れ替えだ。次の攻め怖いところ、ガードしてフリが回る。白い、これは2番コンボはバッチリ。さあこの命運託されたボケ、ここもポイントゲット。めちゃくちゃ嬉しいだろ。先鋒戦見事孫スカーレットボケが勝利をつかみ取っていきました。